今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画はかいチャンネルのラジログのコーナーごとに切り抜いた公式動画です。それでは早速ご覧ください。福ログというコーナーです。このコーナーではですね、今もうテロップって早速出てますけれども、冷え性のある僕の視点で送る特別企画、特別じゃないです、特集企画ですね、すいません読み間違えました。企画で、まあ障害の、知的障害のある僕の特性のことや障害福祉の 現状というか課題、ほっこりするエピソードなど、障害というのはあまり関係なしに前向きになれるヒントを探すようなコーナーです。ということで早速今回は僕のかいチャンネルの中の人の自己紹介をさせていただきたいと思います。まずプロフィールからご覧ください。好きなもの、まあ今も目の前でパソコンの前で喋ってるんですけれども、 Apple 製品、まあ、Mac とか iPad とか、まあ、皆さん持ってらっしゃいますかね、 iPhone とか、まあ、Android の方もいらっしゃると思うんですけれども、そういうアップル製品が僕は好きで、だいたい揃えてます。そしてマリオのゲームです。これも僕のツイッターご覧いただいている方だったら、ちょっとまあなんとなく分かってもらえるんじゃないかなという気がします。そして行きつけのカフェはダーズグリーンティーです。次のコーナーで詳しくご紹介します。では続いて、好きな番組 YouTube はまあご覧のようになってますけれども、特に平岡さんはもう先ほどお話ししたのでちょっと割愛させてもらいますけども、他にもダウン症の春チャンネル見ていてクスッと笑えるところが好き で見ています。あとはラジオ番組であったり、まあテレビの番組こんな感じで見ているんですけども、まあ中でもツイッターご覧になれている方だったらお分かりいただけると思うんですけど、井上貴博土曜日のあっていう土曜日の午後にでやっているラジオ番組があるんですけど、そこはもう井上さんのファンで、僕のファンでもあって、まあ初回からちゃんと聞いているんですけど、去年から始まった番組なんですけど、この井上さんの喋り方であったりとか特集している内容が面白くて見てます。まあ安住さんの日曜天国も結構そんな感じで見てます。あと飯尾さんのワリカツって書いてあると思うんですけど、これはあのずんの飯尾和樹さん、お笑いの芸人のその方のが、まあ料理が得意ということで、割引した食材だけで限られた予算をサイコロで決めて、その中で調理する、食材買って調理するという企画なんですけれども、これも割とですね、午前中、平日の午前中、木曜日ですね、やっているので、結構なかなか見れないんですけども、僕も録画して後から見返すというふうに見てます。あとは小さい頃から大好きなお猿のジョージ、これも公式 YouTube があるのでそこから見てますね、最近も。というのが、まあ、ちょっと長々となってしまいますけれども、僕のはこういう感じの人です。で、まあ、自己紹介みたいな感じになってくるんですけれども、僕の、まあ、障害と特性について少し見ていきたいと思います。僕は、まあ、まず今回、まあ、こうやってダッと並べみましたけど、全部言ってるととてもじゃないけど時間が足りないので、今回は緑色のところですね。能力のやっぱり凹凸が大きくこだわりが強いというところについて見ていきたいと思います。こちらです。能力の凹凸についてはやっぱり Apple 製品での編集は特に、まあ、好きで得意なんですけれども、やっぱり会話の理解とか時々早口で言われたりとかされてしまうとちょっと追いつかないことがあったりとか、あとこだわりっていうところについても、やっぱり一日のルーティンが大体固定されているとか、あと買い物、コンビニなんかスーパーなんかでの買い物が大体固定されているような感じですね。やっぱりまあいろいろ理由はあるんですけれども、ちょっと今回はまあこのくらいで留めたいなというふうに思ってます。まあ、インスタグラムにもまたこういう福祉の情報、僕のこととか福祉の情報を載せていくので、そちらもよかったらぜひご覧いただきたいんですけども、まあ今年はもう少し変化を恐れないようになりたいというふうには思っています。
今後このような感じですね、今日はちょっと軽くだったんですけれども、障害とか福祉のこともまあちゃんと僕の見たこととか正しい情報でお伝えできればなというふうに思っています。そしてフクログで取り上げた内容は後日 YouTube の切り抜きや、Instagram でもアップしますので、そちらもよかったらぜひご覧ください。カイチャンネルのラジログは基本的に毎週金曜日の夜にアップします。そちらもぜひご覧いただけましたら嬉しいです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、ベルマークの登録をお願いします。番組へのご感想はコメント欄やツイッターではハッシュタグラジログをつけていただきツイートいただけましたら嬉しいです。